電子番組表のイメージ電子番組ガイドとは放送番組表をテレビの画面などに表示するシステムのことである。電子番組表 EPG とも言う。電子番組表は1986年にアメリカで設立されたジェムスター社が開発した。今日世界のあらゆる地域に IPG と呼ばれるアプリケーション形式の双方向の電子番組ガイドの仕組みがある。 従来通り EPG という呼び方をされているものもある。デジタル放送が受信できる現在、IPG はデジタルケーブル放送やデジタル衛星放送を含む、ほとんどのデジタルテレビ放送に採用されているほか、ミストブや t ボのような録画システムにも採用されている。IPG の仕組みは地域やシステムにより異なるが、 一般的にグラフィカルユーザーインターフェースを採用した視覚的にユーザーに訴える画面に番組のタイトルやチャンネル、放送時間などが表形式で表示されている。またジャンルで番組を検索したり選んだ番組を簡単に録画できるような仕組みを採用している。典型的な IPG は7日から14日先までの番組情報をカバーしている。当初は 1998年9月に登場したパナソニックの T などデジタル放送に対応したハイビジョンテレビ、ワイドテレビのみに搭載されていた機能であったが、その後一般のテレビに標準で搭載されるようになった。その背景には2000年12月に BS デジタル放送が開始されたことや他チャンネル時代に突入するなど、もはや番組情報の提供は、 新聞のテレビ欄では紙面に限界に達していたこと、また DVD レコーダーの普及で番組録画の需要も一気に高まったこともその要因と言える。デジタル放送のほとんどでは標準で各放送局ごとに電子番組ガイドを送るための規格が定まっており、テレビの画面で番組表を見ることが可能である。 日本で EPG が最初に採用されたのは1996年の通信衛星パーフィドブのサービスからである。放送局ごとに常に番組データを送信できるため、一般的に G ガイドやアダムス EPG といった代行サービスよりも正確、かつ詳細でリアルタイムでの送信が可能である。そのため、スポーツ中継の延長時などには即座に対応できる。 アナログ放送では各放送局が番組データを送信する機能を持っていないためホスト局と呼ばれる特定の放送局またはインターネット経由での人外イドやアダムス EPG の方式によって1日数回各放送局に代行する形で番組データが送信されるパソコンへはインターネット経由で提供されることが多いしかし 番組情報などが不当に簡略化されるなど提供される情報が必ずしも正確とは限らない。デジタルテレビや BDDVD レコーダーの多くは番組の予約録画を簡略化するために電子番組ガイドの機能を搭載しており BD レコーダーの普及とともに電子番組ガイドが一般化した。一時は10件近くのウェブサイトが G ガイドと e プグで 番組データ番組情報を提供していたが、2011年7月24日のアナログ定派に前後して、次々とサービスを終了した。同年下半期にサービスを提供しているウェブサイトは、E p プグの提唱元であるソニーの子会社が運営する G ガイド、テレビ王国のみとなり、同社も2019年2月末でサービス終了となった。各方式によって多少異なるが、 EPG は大概これらの機能を備えている。電子番組表はデジタルテレビ放送では重要な役割を持つ機能であるが以下のような問題点がある。アメリカではケーブルテレビが発達しているために本に比べて圧倒的に他チャンネルであり、さらに VOD やオンライン動画配信も発達している。そのため他チャンネルに対応した統合的なガイダンスツールが普及しており、 5500万世帯が単一画面 EPG 2700万人がオンラインガイダンスウェブサイトを利用している。ありがとうございます。